皆さん、チャレンジライブの方はもう終わりましたか？今日からですね、毎日、できれば毎日、撮っていきたい動画がありまして、チャレンジライブやってますかっていう動画をね、これからできる限り、毎日撮っていこうかなと思います。まあ、これをやろうと思ったきっかけなんですけど、コミュニティの方で一回ちょっとね、中継撮らせてもらって、こういう感じのね、プロセカのチャレンジライブやり忘れてないチラっていうのを、まあ、とりあえずツイートしたんですよ。そうしたら、まあ、ほぼ600件ぐらいのね、あれをいただきた時期、ジャパン投票いただきまして、まあ、やってるよって方が、まあ、ほぼ 50% ぐらいいまして、まあ、ほとんどの方やってます。ただ、半数以上の方は、まあ、いろいろ、内訳がありまして、まあ、普通にやってなかったっていう人が 25% いるんですよ。600人のうち 25%、 要するにまあ150人ぐらいやってないんですよ。やばくない？いや、もうこれはね、かなりやってない人多いなと、まあ、やってなかったって人多いなって思いまして、まあ、今回からね、こういう感じの動画、こういう感じの動画ね、撮っていこうかなというきっかけになりました。まあ、なるべくこの数字が減ればいいっていうのもありまして、あと自分がやり忘れてることがあるから、そこのね、対策も、まあ、ボケ対策みたいな感じでいいかなと思いまして、やっていきたいと思います。で、ちょっと気になったのが、まあ、そもそもゲームしてないが 13%、 まあこれもちょっとわかるんですけど、一番下のね、山田くんと岡崎くんの靴べら、これ12票入ってんの何なのこれね。何、みんな靴べら好きなのね。山田くんと岡崎くんの靴べらみんな好き？ちなみにこれを選んだからといって何もいいことありません。すいません。まあ内容なんですけど、まあプロセカの動画を撮っていこうかなと思います。まあやってない曲があればね、それを中心に初見プレイみたいな感じで、初見プレイ実況みたいな感じでやっていこうかなと思います。なんで、これからね、カニの、カニのマニマニじゃないよ、神のマニマニの初見プレイのマスターやってきたんで、それの実況を今からするんで、よろしくお願いします。さあ来ました、神のマニマニ。いや、この曲ね、俺ね、知ってるんですよ。皆さん知ってる曲が来た瞬間テンションめちゃめちゃ上がりますよね。いや、この気持ちを皆さんに共有したいと思いまして、この動画撮っていきたいと思います。来たー、やばい、てれててて。あ、ちなみにこの神のマニマニなんですけど、初見プレイの動画を今から実況していくって感じなんで、よろしくお願いします。さあ行きましょうか。このね、まあダンスが最高なんですよ。 MV 付きのね、 3D MV 付きのね、あ、 M ちゃんだ。いや、もうマジでね、 M ちゃんのこのダチャンジダンジ、いや、このね、 M ちゃんのこの爽やかさ、ポップな感じが素晴らしいんですよ。 M ちゃんのパート短、もうちょっと長く聞きたかったかなって感じなんですけど、やっていきましょうか。やっていきましょうけど、もうやってるんで、かっこいいんだけど今のね。ね、司くんの今転がって転がってしてるのなかなか良くない？俺結構好きだかもしれない。さあやっていきましょうか。今の沈黙何？いや、今の一瞬の間何だったんだろう。とりあえず、いや、近いな、ルイ君めちゃめちゃ近いぞ今の。じゃあ違う違う、いや、このね、俺ね、コンボ数見てほしい皆さん、こちら、ですね、 AP 続いてます。こうな、どうなるんでしょうか、これから。でね、今からね、サビが来るんで一緒に見ていきましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。なかなか盛り上がりますね。なかなか盛り上がります。で、このままね、進んでいくんですけど、これ回転するんすよ。みんな回転するんすよ、これ。これね、お祭り騒ぎみたいな感じのね、この上のね、なんか、元気なみたいなやつがね、多いんですよね、この振り付けめちゃめちゃ。今の何？キュービーみたいな、キュービーみたいな、キツネみたいなのあったね。んで、やっていきます。見てみんなこれ、コンボ数がさ、800、800なんていってるのに、やばくない？で、あ、これ、いや、司くんがなかなかさ、なんか、ギャップ萌えがすごいんだけど、ね、司くんのギャップ萌えやばいよね。で、AP 今んとこ続いております、皆さん。これ、もしかして初見で AP しちゃうんじゃないかって思ってる方いらっしゃるんじゃないですか。そうなんですよ。やっちゃいませんでしたね。はい、ミスりました。すいません。いや、これね、本家の MV 後ろでね、ちょっと流れるのもいいよね、なかなか。可愛いんですよね、本家の MV も。でね、この、いや、このね、ワンダショに任せたのはマジで最高だと思う、この世界観。はい、完璧ですね。いや、可愛い。ミクちゃん、めちゃめちゃ可愛い。おねんねするポーズみたいな。はい、やっていきました。ポッキーですね、コンボ数が。小羽ちゃん、ありがとう。小羽ちゃん、ありがとう。今回は、グレート3でしたね。いや、なかなかうまくいったんじゃないでしょうかね。ね、小羽ちゃん。小羽ちゃん、なんで喋んないの？あれ？小羽ち